じゃあこんにちは。さあ豊さん、まずシーズンも前半終わって今後半戦突入してますけれども、そういう中で12チームのファンの方たちが自分のひいきにしてるチームの今総評を始めてます厳しいなぁ、おいファンが一番厳しいんですよ。なぁ、本当やなぁ、はい、優勝狙えるところにいるチームのファンはやっぱうちの監督すごい。まあそりゃそうなるわな。なります、うちのチームすごいってなります。勝ったら正解だからな。そうです、やっぱり最下位だったり、あれ予想全然違うよってなってるところは監督ひどいってなってます。まあ、何でもかんでも監督のせいになるからな、まあ、これはしょうがないよな、しょうがない、いわゆる会社でいうところの社長なまげなので、まあ、言われてしまいますよね、はいはい。まあ、何かと言われてしまうのはやっぱり巨人、いい意味でも悪い意味でも、まあ、ファンが多いからな、はい、目立つという意味でも、でやっぱ、まあ、巨人は負けることが許されない、はい、まあ、そういう球団だけに、うん、それは厳しい意見は来てると思う。そうです、あれだけ戦力もあって、はい、あれだけのコーチ陣を揃えて、あ、ちょっと待って、はい、戦力あるか。ありますよ。どこにある？打つ人たちはいるよ。います。で守備どうよ？守備はね、いない。だから打っても守れる人を取ってないじゃない、うん、はい、あと育ててないとも言われてます。育てる暇がないという育てる暇がない、暇がない、暇がない、うん、ただやっぱりどうしても原監督って言うと名将で優勝して1200勝してるわけやな、はい、監督で。なので原監督で優勝できないなんてことはないだろうっていうふうにやっぱり皆さん望みが高いですよね。まあそりゃそうだろうね、はい、期待度は高いよね、はい、うん、ってなると今の位置だと言われてしまうのかなっていう位置が、位置だけに、うん、俺は今年の巨人っていうのは予想は B クラスにしてるんだよね、はい、やっぱあまりのピッチャーがちょっと頼りなさすぎる、うん、ピッチャーがいない。で春先若手のピッチャーが躍動してローテーションの6人の中半分が若手、はい、それがどん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 勝ち星を上げていった、うん、そうなってきていいスタートを切ったかのように見えるけど、いやだけどそれは長く続くもんではないっていうのは原監督も分かってたと思うよ。で後半の頭からまた若手を使い出した、はい、ね、これがどこまで持つか分からないけども、やっぱ不安だったと思うよ、うん、あ、やっぱりそうかっていうのは感じてると思うよね、はい、うん、なんだよいやだから分かって、そうなんですよ、いやだからみんなは優勝を期待するでしょ、はい、俺らみたいに予想してみりゃいいんだよ、うん、そしたら、あ、巨人4位、別に勝つと、うん、いやいやそこまで勝っちゃおかしいからって思っちゃうから、俺は。まあそうですよね、そうそうだ、そもそも4位だったんだ、ね、そうそう、いやだから、あ、でもまあまあよく頑張って前半だなっていうのは思ってた。ただじゃあヤクルトとかはどこか故障者が出たりここの人員足りなくなったってなった時にスーッと若手といい具合にこう入れ替わりというかポンってハマったのか。あ、これはスカウトとか編成のおかげだな。巨人はやっぱ編成とかいうよりも、うん、FA で穴埋めするからさ、はい、それはなかなかうまくいかなくなったら育ってはないよね、うん、そうです、ね、そこら辺の辛さはあるな。あと、まあ、今そのショートの要でもあるその坂本選手が抜けてしまってやっぱショートがいない問題、これまでじゃあ例えばショートどうしてきてたのかなとか、まあその危機管理という意味ではな、だから坂本はもう不死身だみたいに思ってたのかもわからないし、はい、でも坂本がいるのにいいショート取って、うん、ショートで育てたいのに坂本がいるばっかりに使えないっていうことにはしたくないじゃない、だから他のポジションを取ってるわけだけど、うん、まあこれからだろうな巨人はな。後半戦ちょっともたつくと思うよ、やっぱりピッチャーがね。まあ、そうですよね。だからその若手がポンポンと山崎より堀田、まあ、直江は危険球で退場したけど、うん、まあまあそこそこ投げてるし、まあ、大勢が戻ってきたみたいな。だから若手はね計算はできないけど、まあ、そこら辺は育ってくるだろうなって思うよね。だからこれが結果として出てくれれば上には行くけども、だからそれを使ってる以上は不安なまんまだよねファンは。まあそうですね、いつまたっていう、絶対そうだよね、はい、だからこれはもう見届けるしかないし、原監督 もうそのあたりももう織り込み済みですよね。いや腹くくってるよ、そらお前何年監督やってると思ってんの。今の原監督の心情ってどんな感じだと思います？まず辞、はい、め方をどうしようかなと思って。それ今年ですか？それとも、いや今年とかじゃなくて、あ、俺のその野球人生
ユニフォームを脱ぐときにどういう形でやめれば一番いいのかなっていう、自分のことじゃなくてファンに対してね、だから今年っていうのも選択肢の一つだと思うよ、どういう形でやめたらいいのか、いや優勝してやめる方がいいのかとかいろいろ考えてると思う。やっぱね、俺らの年になってくると何でも商売そうなんだけど、始めるっていう勢いがあって、うん、よしやったろみたいな、まあ、そういうことなんだけど、大切なのはいつ辞めてどういう締め方をするかっていうことが大切なわけよ、うん、やっぱりユニフォームを脱ぐときって看板を下ろすわけだから自分の、まあ、そういうことを考えてるのかなと思うけどね俺は、うん、戦いながら、だからこのままじゃ辞めれないって思ってるはずだと思う。あとプラスアルファ、ここから巻き返しの策っていうのも考えてる。あ、だから使ってるね、若手のピッチャーが覚醒してくれないかなと思ってるはずだよ。あ、だから例えば使ってるプラス高橋尚成さんを別のものか、まあ、呼んだ可能性はあるよね。あ、まあ、それと増田大輝がノーアウトで、まあ、ダイソー行って、はい、盗塁して犠牲フライでサードに進んで、はい、ポランコの犠牲フライで帰ってきた、うん、で1点、その1点が決勝点になった、うん、やっと原監督のやりたい野球が形として出たよね。ようやく出た。そう、ホームランを打って勝つっていうのは、まあ、ジャイアンツの野球であってね。だけど競り合いの中でどうやって1点を取るかっていうのを、やっぱ増田大輝が盗塁をすることによって達成できたという。だからやっとなんか1点を取って勝ったというね。だからまあこれからだとは思うけどね、はい、ただ俺は若手のピッチャーは一進一退を続けるから貯金は作ってこれないと思うよ、うん、若手のピッチャーたちがね。だから一勝すれば一敗する、はい、一敗したら一勝するという。だからまだ今年はね、はい、うん、だからそんなに浮上はないと思うけどね、うん、ゆうたくさんが来たように、まあ、B クラスというか4位もしくはよくて A クラス3位だったりとかって、うん、そのあたりなのかなっていうところ、まあ、4位ぐらいがいいとこかなと思うけどね。うん、まあ、本当に戦える戦力がね、なかなか駒がっていうところが、名前はあるんだよ、はい、だけどそこがあんまり機能してないというね。そうです。だから岡本にしたってあれだけの低打率でいいのかって、うん、ね、村上と双璧だって言われて、はい、あまりにも数字の差が開きすぎてるという。だからヤクルトが B クラスに落ちるかっていったら絶対ないでしょ、はい、考えられない。阪神が B クラスにこれからだんだん落ちていくってないでしょ、はい。で DeNA と巨人の戦い、うん、メンバー見て、うん、DeNA がどうしても上でしょ。ちょっとそう感じますね。逆に広島まで上に行っちゃうかなと思うでしょ。上に行っちゃう可能性が、はい、思います。いやだからそれは無理よ。そうですね。だと思うよ俺は。高望みをしすぎっていうか、そうそう、うん、まあ、DeNA の方はオースティンが帰ってきてね、はい、まあ、いつスタートするのかわからないけども、うん、三浦大輔の手腕というのは今年ね、いろいろ動かしたりとかして勝ちに結びつけてる試合も多くあるしね、監督として成り立ってきてるしさ、うん、で中日の場合はやっぱ立浪監督が壁に当たってるよね、はい。まあ、中日も今やっぱファンから言われてますよね。まあ、そうだね。だからまあ選手がどうのこうのっていうよりも立浪が監督業をどういうふうに勉強しているのか、うん、今すごく盛んに勉強してるところだと思うけどね。だけど今の監督ってさ、やっぱ一つは怒ったりとかするのにも、昔だったら星野さんみたいに、おい、ちょっと来いとか言ってたら、バーン殴ったら、うん、もう一発回答みたいな、まあそんな感じがあったんだけど、まあ、立浪もそんなさ、ことするわけもないし、どこのタイミングで怒っていいのか、どういうふうな言い方をしていいのかっていうのを、やっぱすごく勉強してると思うんだよね、今ね。だちょっと時間がかかりそうだし、うん、ファンの間でも京田選手の一件があってからやっぱりどうなんだろう、チームとして不協和音とかないのかなとか心配してるファンの方もいるっぽいんですよね。まあ、あるよねそういうのはね、うん、だから一つ選手がそうやってファームに落ちるって、うん、まあ、そういう不協和音ってすぐ周りが言うでしょ、はい、昔なんかもう蹴り上げられて二軍行ってこいって言われたから、ね、まあまあ、いやいや本当にまあ俺はないけどね、俺はなかったけど殴られてもうフラフラになりながら二軍行ってきますって言うようなやつ言う若手もいたけどさ、いやだけどまあまあだから立浪もその監督業チームとしてどう動かしていくのかっていうのはすごく勉強になってると思うし、勉強してると思う。これで順位がね上だったら例えば周りも納得するんでしょうけど、うん、やっぱり順位が今最下位だと余計に言われがちというか、まあ、そうだね、下馬評がね、うん、高かっただけにね、はい、もうピッチャーはいいから立浪が来たら打つだろうっていうふうに、うん、安易に物事考えるからさ、うん、まあそういうふうに期待度は高くなっ
っただけでね、はい、で蓋を開けたらやっぱり立浪が来ても打つことはあんまり解消されてないという、ね、まあ、その春先にバッティングコーチが入れ替わったりだとかさ、はい、いろんなことがあったからチームが落ち着いてないようなね、うん、まあ、そんな感じもするよね。そうなんですよね、うん、あとはやっぱり上位にいるチーム、例えばヤクルトだったりとか阪神とかは、ヤクルトは充実してるよね、うん、ただここのところその中継ぎがあれだけ良かったのが少しずつ打たれ出してきてる、うん、まあ、これは疲れによるものだとか相手が慣れてきたというか、まあ、そういうこともあるけども、まあ、ヤクルトは多分大丈夫だと思う。心配することはそこまではない、うん、高津監督があんまり焦るタイプじゃないもんね、うんうん、どっしり構えてるというか、うん、だからそういう姿があるから絶対大丈夫っていうふうに言い続けると思う、うん、ですよね。で、豊さんも8月中旬ぐらいまでは1回ヤクルト低迷するけれども、またそこから上がってくるって、ね、心配しなくて上がってくるの、うん、言ってたので、うん、で阪神矢野監督はやっぱ大したもんだな、巻き返してきましたもんね。戦力もあることはさることながら、うん、よく育ってるよね選手が、はい、育てながら使ってるというか、うん、これはスカウトとか編成とか、うん、まあ、そういうところに感謝もしなきゃいけないけども、使い方もやっぱうまいよね、うん、だから、まあ、そういう意味では阪神も安定しているという、ね、そうですね、まあ、矢野監督は、ね、今シーズン限りでユニフォームを脱いでしまいますけれども ね、で、あと広島、はい、広島調子良かったり悪かったりをちょっと、まあ、一番はやっぱ大瀬良だな、やっぱりエースが7勝7敗、はい、まあ、この動画を撮ってる現時点ではね、うん、僕の成績ではやっぱ勝てないよね、なかなかね、うん、あとは、うん、やっぱ先発はそこそこ揃ってるんだけど、九里が中継ぎ行ったりとか先発行ったりとか、うん、また中継ぎ行ったんだと思って、そのまま使うのかなと思ったら先発やらせたりだとか、あ、また戻したんだと思ったらまた中継ぎ使ったりとかおい、ね、結局何やりたいんだみたいな、うん、そうですね、そうそこが見えてこないっていう、そうそう、それとやっぱ森浦っていう若手のピッチャーをね、うん、セットアッパーにしてるけど、よく不安定なんだよね、はい、そこをなんとか解消しないとさ、勝ちゲームを落とすし、同点の競ってるゲームが取れなくなってくるというね、いいんだよ森浦すごくいいんだけども、うん、だからもうちょっと楽なところで経験させてやるとどうなのかなって、クリを使うんだったら中継ぎで、はい、そこのポジションで使えばいいのになと思うんだけどね、あ、まあ、最多勝も取ってるし、はい、白場超えてるから、うん、だからなんか合わないなんか感性が合わない、まあ、ありますよね、あるだから、あ、だからそれは別にどっちが正解だとかいう話じゃなくてね、うん、なんかちょっと違うんじゃないかなって見ていて疑問が起きるとなるほど、カープはね、そうそう、で一方パリーグでは、はい、中日が最下位だとどうしても立浪監督どうなのっていう声が上がる中、日本ハム最下位なんですけど、うん、でもやっぱりその新庄ビッグボス監督のもとでやってみたいなっていう他のチームの選手たちが出てくるて楽だもんねっていう、いや戦いがギスギスしてないから楽だもん、戦略に富んでるし、はい、だからそれは楽しく見えるよね、うん、楽しく見えてても新庄監督は厳しい目で見てる、そうですね、うん、それと後半戦固定で戦うって、ですごく楽しみにしてたんだけどさ、うん、コロナでメンバーが揃わない、骨折でメンバーがいなくなる、うん、それで固定ができなくなってきたんだよね、うん、これはね来年に響くよ、これはもう誤算というか計算外だった、いや計算外、うん、本当はだいたい51試合ぐらい後半に入る前に残ってたんだけど、俺楽しみにしてたのは前半を忘れて25勝25敗ぐらい、一つの貯金か一つのマイナスかぐらいで収めると俺来年は A クラスあるなと思ってたんだけど、このままじゃやっぱない、固定ができてないから、できてないし、それはみんなが不安とかそういうことでやってるよな、でもチームだとか選手、頭脳、そういうものはすごく伸びてるよ、はい、日本ハムはね、うん、ただ新庄監督が描くチーム作りという意味では2歩ぐらい遅れたな、このコロナの、そうだね、だからこれは計算外だったな、そうですよね、うん、ただまあここからもどんどん終盤にはなっていきますけど、うん、それなりに最後はちょっと形はできて終われるってことになるんですかね、最後の最後は、いやーそれは分かんない、厳しい、うん、納得するまでビッグボスは固定しないと思う、うん、選手は、うん、いやまだ早いなとか、うん、そういうことを考えながらやるタイプだから、だからやっぱこう任せられる、この一番お前に任せられる、う
うん、2番お前にだったら任せられる、うん、3番ちょっとってなるとやっぱりいろいろ変えたくなるよね、はい、その選手はね、うん、だからこう早く固定ができるといいな。そうですね、うん、あとピッチャー陣特に中継ぎっていう部分ではビッグボスどんな風に、まあいろいろやっぱり投げさせてるよね、うん、だから、まあ、そこら辺で探そうとはしてると思うけど、でも、うん、まあ、ある程度トレードだとか、はい、FA とか、うん、そういうことも考えてんじゃない。もうそうですね、うん、このことやっぱ来年新球場になってさ、めちゃくちゃだったら困るもんね。まあそうですね、まあ、ある程度成績残してくれないとさ、うんうん、あとパ・リーグの中で今シーズンこの監督の手腕だったりこの監督ってのありますか、高さん。やっぱ辻監督は大したもんだな。うん、そうですね。慌てず騒がず現在首位どっしりとして、はい、で相手の弱み弱点につけ込んでいくというさ、うん、まあ、この前の試合でもゲレーロがクイックできない、うん、外崎に走らせた、はい、で進塁打で三塁でに行っといて、うん、ワイルドピッチで同点になって川越のサヨナラホームランを呼び込んだと、うん、その試合の中でゲレーロから森も走ってんだよ、はい、キャッチャーの森だよ、うん、いや森は走らんだろうと思って見てたんだけど、うん、走らせるからセーフ、はい、だからやっぱり相手の弱点をつき、うん、じっと我慢ができるよ辻監督は、はい、だから大したもんだなと思う。やっぱすごいですね。やっぱすごい、うん、で石井、はい、楽天あの牧師っていうのが代理監督やったんだけど、はい、俺は牧師がやる野球の方が好きだ面白い違うんですね。やっぱね内野手なんだよあいつも。あで石井はピッチャーでしょ、はい、違う。あのね牧師の動かし方って大好きやっぱ同じ内野手だからなんですかね。いやこれはやっぱり思い切りがいいよ。へえ。もう俺誰かとかしたことかみたいなノアだ行け行け走れみたいな潔いですね。ああ潔い。もう行って走って、うん、サードに進めてってスクイズで点を取る、うん、で点がたまったらホームランでみんな移送してくれるだから選手が生き生きしてたような感じがしたな。へえ、うん、躍動するとさ楽しく見えるじゃない。ファンを見てて楽しいですからね、うん、それは石井監督の今まで培った監督業としての、うん、そういうものには全然足元にも牧師は及ばないとは思うけど、うん、牧師のそのユニフォーム歴っていうのはものすごく長いからね、はい、おそらく初めて指揮を取ったと思うけどなんかすごく楽しかったな俺はね見てて、ね、やっぱ監督がねちょっと代行で変わるだけでもこんなに戦術って変わるんですね。まあそうだね、うん、あとロッテの井口、はい、井口監督、うん、まあ、耐えてるけどね、まあ、去年とね今までとちょっと立場が位置が違ってだけどちょっとうまくいってないな、うん、なんでしょうねこれは。せっかく種を植え水をやり花が咲きかけた時に水不足なのか、はい、日が足りないのかなんかちょっと足りないんだよね。そうですね今この位置5位にいるってことはそういうことなんですよね。そうだね。だからなんていうのかな好き嫌いしちゃダメだな、うんまあ、好きな嫌いなのか好きかなのか分かんないけど、はい、田村なんだよポイントはキャッチャーね、うん、はい言ってますね、うん、でね佐藤俊也ものすごく急成長した、うんはい、これはね盗塁もさせるようになったし、うん、キャッチングそういったものっていうのも俺は認める、うん、だけど田村のあのキャッチャーとしての能力引き出し方俺は田村の方がまだキャッチャーとしては上だっていうふうに思ってるから、うん、で松川もそう、はい、あれだけできる18歳っていないよ、うん、いないのは認めながらもでもプロで何年も飯食ったやつをいきなり抜けるかって言ったら抜けないよ、うん、キャッチャーのポジションは、はい、やっぱ経験が必要なポジションだしだから田村っていうのが俺はポイントだと思う。じゃあそこを使っていいと後半戦もう使わないだろうねここまで来るとほらまた罰の悪いことにさ、うん、あいつはコロナになってね登録抹消ってお前コロナ黙っとけ言うてまあ、まあ、それは困るそれは困っちゃうのであれですけどそれは困るけどあまあだけどなんか運がないというかねそうですそんな感じです、まあ、オリックスはね、はい、中島監督はまあいろいろ手を打ってきてるよね。面白い野球になってきているというか、うんまあ、例えば内野を5人置いたりだとかね、はい、マッカーシーだったっけなファーストやってるやつをスクイズの場面でレフトにやって中川を持ってきて、はい、でスクイズに備えた、うん、決められたけどね、はい、決められたけど
いろんなこうアイデアを出しながらやる野球っていうのは、まあ、監督業として慣れてきてるし、まあ、思い切りが出てきてるなっていう、うん、いい監督になってきてるよね。おお、うん、最後藤本監督ですけれども、藤本監督なあ、つかみどころがないというかまあね、今までのまあ強いソフトバンクを引き継ぐ形でさらにちょっと故障者とかいろんなことが重なってしまったというか、まあでもやってることは間違いではないんだろうね、うん、ただ最初前半動いて成功したものが、うん、やっぱりここに来て成功しなくなってるという、うん、いうことがあるし、まあ、ちょっとやっぱりルーキー監督だけに少し焦りもあるのかなっていうような気がするよね。やっぱ勝たなきゃいけない、勝たせなきゃいけないというプレッシャーに押し潰されそうになりながらやってるような感じもあるよね。あ、そうですよね。これだけの人材がいてこれだけの戦力を腐らせないように使わなきゃいけない、そのパズルをっていう、うん、だから、ね、よく藤本監督に言われたのは、はい、1軍から3軍まで全員知ってるみたいな、知ってることがマイナスになることもあるんだよね。そうなんですね。やっぱ思い入れが強いじゃない。ああ3軍、うん、2軍でこの選手はこうできたとか、はい、知らない方がいい時っていうのもあると思うんだよ、うん、だから知りすぎててそれがなんかこう足かせになってるというかさ、信頼しちゃうというかさ、うん、そういうことになってる節はあるよね。ああそうなんですね。 なかなかね一長一短そう簡単にはうまくいかないよな。いやそうですよ、あの 100% な完璧な監督っていないですからね。そうだな、うん、で監督一人で試合をしてるわけでもないですし、いろんなハプニングも起きるでしょうし。でも、うん、まあいいか。あ、ちょっとそこ聞きたいです。でも、いやいや、でも能力がある人がいたら、はい、最低でもやっぱどのリーグでも A クラスに入れる、はい、監督の能力、うんうん、まあ、戦略戦術、はい、あのね、人で勝とうとするでしょ、うん、森内とこう話をしてても戦力がないとか、はい、ね、育ってないとか、うん、いろいろ言うでしょ、はい、大概の人はそういう言い方するんだよ、うん、いやそこは戦略戦術で何とでもなるんだよ。人で勝とうとするから人を集めようとしなきゃいけない、はい、そんなね優秀な人間なんてね、うん、集まんないよ。怪我人出てもある中でどう戦うかっていうのが勝負として面白いわけじゃん。それができる監督がいると強い強いね。そうですね、うん、だからこれはやっぱ野村さんでもできなかった。あ、そうなんですね、うん、野村監督でもダメだった、うん、だからこれをやろうとしているのが新庄なんだよ。はあ。だからみんな見るんだよ。なるほど、いるその人で戦術で、まあそうですよね、監督の野球を見せようとするから、選手の野球、スーパースターのバッティングを見せるんじゃない、チームとして監督としての野球を見せるから日本ハムがどうなったかっていうのがみんな気になる。確かに。だから人で野球をやろうとしたら失敗するよ、うん、でも戦略戦術でやろうとしたら勝てる、うん、今はそれが日本ハム。いや日本ハムじゃなくて全部の球団に当てはまることだ、うん、そうなんですねいやそうだよね、うん、ね、批判何でも浴びますと、うん、これが新庄のスタイルじゃん、はい、いいよって、別に好きなこと言ってくれって、うん、でもその先にあるものをこう大きくしたいんだと、うん、だから俺は自由にやるんだって、うん、みんながやりだしてね、めちゃくちゃ面白いから野球界が変わりますね、うん、みんな批判にさらされるのが嫌だから動こうとしても動けないわけよ。で選手プライドを守らなきゃいけないという余分なことを考えるから動かせられないんだよ、うん、特に思うよ、抑えのピッチャーが出てきて、これは今日は絶対抑えられないなと思った時に変えれる監督がいない。確かにそうですね、うん、これは変えないとダメなんだ。それは何でかというと、はい、今まで任してきたプライドを守ってやるという、はい、お前チームを守るんじゃなくてプライド守るのかっていう、はい、これができるようになった監督は優勝するよ。なるほど。いやなんか監督とはっていう話に最後行き着きましたね。だって監督のこと喋ってた確かにそうですね。なんかいやすごいな、昔って名将と言われる監督っていたんですか。いたんだろうな、うん、まあよく采配は知らないけど、はい、水原さんとか、うん、そういうもう本当に大昔の人たちって、はい、選手がいなかったから、うん、そうしなきゃいけなかったと思うんだよ、うん、
まあ、そこら辺で三原さんとかさ、はい、三原マジックとか、うん、そういう言葉が使われたと思うんだけど、川上さんっていう人はやっぱこう9人野球って変えなかったっていうね、はい、そういう野球でしょ、うん、まあ、みんなやっぱり人 で選手がいねえとか言って言い訳するんだよね、うん、選手はいるじゃん9人って、うん、グラウンド出してんじゃん、だからそれ与えられているわけでしょって、うん、だからそこでやっぱ勝つ努力をしなきゃいけない。そうですね、いやだからね、これ長くなっていい、これね、強いチームも弱いチームも同じ野球しかしないんだよ、うん、でも日本ハムだけは捨て身ができるんだよ、はい、走ってアウトダメだったらしょうがないでしょみたいな、うんうんうん、だって俺たち弱いんだもん、仕掛けないとどうしちゃうのみたいな、うん、同じ野球なんかできませんよって、その野球を真似し始めてるからね。あ、ちょっとずつ。そうですね、うん、だからエンドランが増えたりだとか、はい、一三塁での仕掛けがあったりだとか、うん、ね、一気に増えましたね、うん、だから俺は昔のあるチームが教材になってて、うん、選手任せっていうのがバントでスコアリングポジションに送って、あとは返すのをじーっと待つって、うん、釣りしてたら餌垂らしてじーっと待つって、うん、仕掛けない、うん、これは強いチームだったらできるけど、弱いチームはできないんだよ、打てないから、うん、俺じゃバンバンで2投3投できるやつを育てりゃいいじゃないかと思うんだよ俺はね、うん、でアウトになっても仕掛けてみりゃいいんだよ、うん、で0点にあまた完封されましたみたいな、はい、いいじゃねえかって、そうしないと勝てないんだもん、その自信がないくせに監督やったらダメだと思うよ俺は。あ、このチームの戦力で勝たすためにはどういうのか勝算が見えた時に監督を引き受ける、こうしないとさ、監督業が名誉だからって引き受ける職業じゃないよ。なんか説教じみてきた。いやいやいや、熱く、いやだからなんか戦国時代の戦いみたいな感じですよね。あっちは例えば1万いる、こっち3000、4000しかいない、まともに戦っても負ける、じゃあ奇襲をかけるのかとか、そうそうそう、じゃあ多く見せるためにわざとこうしようとか、そういうことですよね。排水の陣ってどういうことか知ってる？排水の陣、うん、絶対絶命っていう中での戦いってことですか、排水の陣、うん、って思うでしょ、はい、排水の陣っていう陣形があるんだよ本当は。形ですか？それから生まれてるんだよ。あ、そうなんですか、うん、え、どういう排水の陣っていうのは自分たちが水を背に受けて、うんうん、はい、もうこのまま攻め込まれたら落ちるでしょと向こうが油断するんだよ、うん、そうなってくるから、多勢に無勢こっちの方が多いよみたいな、うん、そのまま押し切ったら水の中落ちてみんな死ぬじゃないかって、うん、でも横に配置してるんだよ陣形を隠してる。あ、だわざと油断させて、はい、わざとまっすぐ攻めれるようにしたのが排水の陣って言うんだけどさ。あ、そうなんですね、うん、で来た時に横からバッとやる、そしたら慌てる、一網打尽にするっていう。そうそう、だから戦略戦術っていくらでもあるんだよ野球には、はい、それをどの程度持ち入ってるか、うん、まあ、例えばここに携帯がある、はい、何パーセントの機能が使える、いやもうこれが100だとしたら3% ぐらいですかね。そうだよね、はい、野球もそのぐらいの確率なんだよ、うん、おそらく野球の 30% から 40% の戦いぐらいしかしてないよね、うん、戦略としては、うん、あと50から60は残されてると思う、うん、その50から60をやっぱ弱いチームは駆使して強いチームに立ち向かわなきゃいけない、うん、そういうことができる監督が俺は監督やってほしい。まあ、そうです、ね、じゃないとつまんないもん見てて。だから俺もうビッグボスにもう拍手だもう面白いよ本当に。だからビッグボス、あのね、三塁一塁になるのが非常に面白いって言ってましたもんね、うん、だからソフトバンクは日本ハムにね、うん、7戦やって6連敗なんだよ、うん、はい、7試合やって勝ちなしなんだよ、うん、ソフトバンクの特徴ってやっぱ強いチームでしょ、はい、で強いチームっていうのはやっぱり勝つノウハウを染み込んさせてるわけよ選手に。だからこういう時はこうしなきゃいけないという、うん、固定観念が強すぎるから日本ハム相手だとそれがガタガタ崩れるんだよ。え、なんでここでこうしないのみたいな、こうやってよみたいな要求になっちゃってるから、もうソフトバンクは、うん、いやいややんないよって俺らお前より弱いからって、うん、ね、だから全部奇襲をかけられてる状態で試合やるから何していいか分かんないんだと。で日本ハムが1、3塁をさ作るとさ、うん、もう相手がそわそわしてくるもんな何してくるんだろうって、うん、でも日本ハムの方は平気で通り差しに来るからね、はい、いや1点やったっていいよみたいな、うん、そうですよね、うん、だから、まあ、そういうことで、まあ、監督はね
まあ、野球、携帯が 100%、 野球が 100% といえば携帯の使える機能っていうのは、まあ、10% 使ってないよなみんなな、はい、本当このパフォーマンスからするとね、うん、でも野球はそこまで低くなく40から50ぐらいはいってると思うけど、うん、あと残されてるパフォーマンスとして使えるものっていうのは、うん、40から50を残されてると思う。そうですね、その40から50を監督がどういう戦術でどういうふうにこうパフォーマンスとして見せていくかで変わってきますもんね、うん、だから監督はもうそこまで頭使う職業だったら、うん、頭みんなハゲろってハゲない監督はダメだみたいな。じゃあキャップ脱いでもらって、はい、はい。